ようございます。11月4日5日ノフェンの46日目スタートです。昨日無事決断しまして、今日は白鳥温泉、白鳥じゃなかったですね、白鳥温泉に泊まりました。温泉が超ぬるぬるで気持ちよかったです。今日は与田寺に寄りまして、で、市場に向かいます。ちょっとどういう道なのかよく分かってないんですけど、なんか途中峠があるみたいなんで、はい、まあ、30キロちょっとあるで、まあ気を引き締めて歩くの最後頑張ります。寒い当たり前のように寒い。まさかの まさかの橋が全面通行止めで、歩きもダメだと、橋が自体がダメだということなので、迂回します。何キロ迂回するんだろう、1キロ2キロだったらいいんだけど、看板見る限りはそんな大した迂回ではなさそうな2キロぐらいだと思いますが、はい、運よく近所のお父さんがいてくれて説明してくれました。ありがとうございます。はあ、ちょっと痛いな、うん、まあでも最後の最後でいいんじゃないですか、こういうのもほらこういう素晴らしい景色も見れるしね、いいです。行きます。はい、無事合流できたっぽいですね。あそこに看板があります。はい、じゃあここから正規のルートに行きたいと思います。はい、与田寺に向かって車道の峠を越えてます。今散歩中のおじいちゃんに偶然会いまして、はい、おはようございますって言ったら、おヘロさんに会ったぞ今日は、会えたってなんかすごい喜んでくれて、与田寺へ行くんかって言われて、ああ行きますって言って、なんか喜んでもらえるっていうのがすごい嬉しかったです。お部屋さんに会えたって喜ばれるっていうの、四国ってそういうとこなんだろうな、特にこの道、88番から1番に行く人は少ないし、さらにこのルートも3つぐらいあるから、さらにここを通るっていうのはね、しかも朝早くなかなかいないんだろうな、こっちか、本当かこっち行きたいけど、こっちか大丈夫か、確かに峠越えたら遍路道があるっぽいようなことは地図に載ってた気がしますが、
どっち？こっち？こっちか？よいしょ。え？これか。こっちっぽいな。よし。マジか。マジか。マジかよ、もう。よいしょ。よいしょ。濡れたくない。靴が濡れたくない。よいしょ。よいしょ。ああ、もう。当てたっぽい、当てたっぽいっす。うん、シャドウおとなしく行けばよかったかな。くね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 。一番下、はあ、結構ぐね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 山道行きましたね、はあ、おお、大内ダム来ました。よいしょ。お接待いただきました。助かります。ありがとうございます。いやー、ひょっとしたら最後のお接待かな。与田島であと少し頑張ります。嬉しいね、お接待は。本当に本当に嬉しいよ。ありがたい。与田寺あと 1.8 キロ頑張ります。うわ、立派、すげえ立派。なんだこの御神木は。御神木っていうのかな。あー、着いた。四国88箇所奥の院、与田寺、着きました。めっちゃ綺麗、めっちゃ満開です。コスモス畑、すげえな、これはすごい、素晴らしいです。いいね。こっちから見ると余計にすごい、すごい。これはサトウキビか、サトウキビっぽいね。コスモスにサトウキビ、すごいな、よいしょ。バテバテっす。休憩します。バテバテっす。足が
足がカクカクします。温泉島にあと 10.9、 一番は何キロだ、やっぱり遍路地図間違ったら見方を、こっからあと 8.6 キロかと思ったら積算の距離がリセットされてるね。違うルートのやつになっちゃってね。まあお気をつけて、またのお越しを。シリアゲン香川県。はいはい、ありがとうございます。ってことは徳島ですね。よいしょ、はい、徳島に入りました。はい、さあ、いよいよです。 10.9 キロ、3番どうすればいいんだ。うどん食べて少し元気になりました。大阪峠いかつ国道県道経由で行きます。そっちの方が標高が低いんで、はい、あと一番にダイレクトで行けるんで、よし行きます。はい、大前歩きました。大前歩いてきましたよ、さああとは右に曲がって一直線、10キロ、標高230メートル登る、
はい、ラスト10キロだよ、はい、ちょっと休憩ちょっと休憩させてください。足がもうきつい、はい、はい、いよいよ最後10キロ、はい、甘すぎて10キロ行けば着きます。県道41号線、うん、230メートルアップして200メートルダウンして終わりです。10キロ峠いけるぞ、ラストだよ、最後じゃん。いや、もうすでに29キロ歩いてますけど、あんなことは関係ない、あと10キロだよ、もうすぐ2時か3時間いけるぞ、よし頑張ります。気持ちいいね、気持ちいいぞ、いい天気だ、暑くもなく寒くもなく、声が鳥の声が聞こえて水の音が聞こえて、あんまり車は通らないし人もいなくて、のびのびとのんびりと、はあ、歩きます、はあはあ、最後楽しむぞ、ね、はあ、噛み締めて一歩一歩、あと8キロ、はい、はい、はい、あと6キロ、6キロちょっと、うん、お遍路道と一緒になったぞ、はい、あと6キロちょっと2時間弱、はい、頑張ります、はい、まだいけるぞ、まだまだ、まだやらないぞ、はい、歩かせてもらってんだよ、みんなに迷惑かけながら、よいしょ、歩きだよ、今はまだいいさ、言い訳ばかり、情けないけど過ぎる毎日、変わりゆく自分、急ぐ自分に、今さら届くいつもの言葉、今だから言える、聞いてほしい、恥ずかしいけど伝えたいんだ、変わらぬ愛情注ぐあなたに、
今なら言える僕の思いありがとう。ああ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 感謝、感謝じゃ。遥か向こうに、遥か向こうに徳島、海が見えます。いいね。あとは下るだけだけど、下りがきついな。もう足が言うこと聞かない。いやーきつい、もう下らないともうあと4キロだよ、はあ、はい、行きます。苦しめられた、いつも苦しめられただ、小三寺横峯寺の下り、八島、八栗、法隆寺のくらい、千龍寺から椿堂に行くときの下り、七子峠終わった後の下り、もう舗装道路の下りは足が痛い、足を痛めるんじゃ、もう、はあ、下りたいけど絶対無理、足がもう言うこと聞かねえ。3キロ、あと3キロ、まだまだあるぞ、まだまだある、よし、もう最後だよ。ちくしょう、動かねえ、いて、言うこと聞かねえ。みんな、皆さんのおかげで歩かせてもらってます、ありがとうございます。皆さんの支えがあってなんとかケチガンし、なんとか一周することができました。別格はまだ残ってますが、明日車で行きますけど、はい、とにかく88箇所全部歩きました、プラス16箇所別格も歩いたぞ、うん、みんなのおかげです、感謝です、ありがとうございます。お遍路に送り出してくれた皆さんありがとうございます。もう仕事で相当迷惑をかけて、はい、もうダメダメなんですけど、それでも頑張ってくださいとか気をつけてと言ってくれた皆さんありがとうございます。
ブログや Facebook、YouTube 見てくれてる皆さん、応援ありがとうございます。支えになりました。なんと言っても、もう四国の皆さんの接待ですよ。もう感謝しかありません。本当に声援もありがとうございます。みかんありがとうございます。飴ありがとうございます。飲み物ありがとうございます。助かりました。本当にもうお寺の人もそうだし、宿の人もそうだし、一緒に歩いた出会ったお遍路さんもそうだし、もう関わったみんなに感謝です。ありがとうございます。お神社つけました。何あと少し、もうほんと少しです、もう途中、お遍路の途中でもう何度もくじけそうになりましたけど、特に小三寺、雨の小三寺、もうなんとかここまで来れたよ。ほんと不思議だ。みんなの力ですよ。どっかの札にも書いてましたけど、お遍路は速さとかじゃないんだよ、距離とか回数とかではないんだよ。何かをつかまないといけない、そして今後に生かさないといけない、がこれを生かせるように頑張ります。はい、ありがとうございます。あと700、よし、遍路マーク最後までありがとう。1番霊山寺終わります。はい、無事に1番霊山寺についてお礼参り参拝済ませました。はい、これにて一周の旅は終わりです。あとは別格と、別格の残りと小屋さんですね。ありがとうございます。いや、着いた。体はボロボロです。いや、これで終わりかな。88箇所終わりです。笑顔咲く遍路道、幸せの時間、歩き続けていたい私、おしこく病、もう一瞬笑顔咲く。